こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューにおこだわりのようなズームにさせてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は山根さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ山根さんについて自己紹介をお願いします。はい、今28歳で、高円寺のインテリアショップで働いています。あとはたまに、体育館ポツンと祖母っていう名前で YouTube グループ活動していたりします。はい、趣味が短歌です。はい、お願いしますということで今回紹介していただくこちらのご自宅が、2LDK、 そうですね、 2LDK ですね。はい、大体平米数は平米数47ですね。うん、はい、ということで、まあちょっとね、後ろの方とか本があったりとか、あとまあアンティーク系のアイテム、まあ、植物とか、まあ、そのあたりのちょっとお話いろいろお伺いできればなと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず最初ダイニングスペースから紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずは、まあ、こちらの、ダイニングテーブルからお尋ねしたいんですけど、はい、これ今上にテーブルクロスを引いて使ってらっしゃるっていう。もともと何だろう、あの上京したばっかの時に買ったもので、もう流れの傷がたくさんあってなんか隠したいなと思ったので、はいはい、で近所の民族雑貨屋さんでテーブルクロスというか、なんかこういうフリークロスみたいなの、うん、刺繍が可愛かったので買って隠してるっていう感じです。じゃあ結構テーブルももう長く使ってらっしゃる。そうですね、もう5年ぐらい使ってて、もう早いうちにちょっとアンティークのテーブルに買い替えたいなって今思ってるところですね。なんかシールとかも貼っておりますよね。もうここに手前がなんか古いシールとかをとりあえず貼っててっぽくなるかなと思ったんですけど、ゴミみたいになっちゃって。ゴミになっちゃいました。全然うまいこといかないなっていう。うまいこといかなかったっす。で、このダイニングテーブルには今椅子が2脚あるという感じで。はい、そうですね、2脚。はい。これはどちらの椅子ですか？これも、イームズチェアのリプロダクトなんですけど、これより前に買ったかもしれないですね。もう 5,6 年使ってて、なんだろう、もう色も剥げてガタガタ系だから本当はもう一個アンティークのチェアがあるんですけど、はい、勤務先で修理してて。あ、そうなんですね。そうなんです。だからちょっとここにはなくて、はいはい、そのうちもうちょっとかっこいいのがあるので、うんうん、本当はこの子たちもそのうちお役御免になってしまうかなという感じです。はいはい、そしたらあとは、こっちか、この壁掛けでブックタワー、はい、ブックシェルフか、はい、があると思うんですけど、はい、これはまず今あれですよね、どうやってくっついてるんですか？なんか無印良品の壁に全然ダメージがなくつけれる棚みたいなのがあって、はいはいはい、それを2つつけてるんですけど、割と耐荷重あってなんか便利な世の中だなと、はい、だって結構いろいろな、そうですね、ても大丈夫なもんなんですね。割と大丈夫です。全然すごいも落ちたこともなく、ね、前の家から使ってるんですけど、うーん、前の家より も乗せてる量は少ないかもしれないです。もっと乗せてましたね。もっとじゃあ乗せても大丈夫ですか？はい、大丈夫だと思います。ここにはなんか結構いろんな雑貨も置いてありますが、はい、なんかお気に入りのものとか思い出に残ってるものとかありますか？そうですね、この辺はあのアーノルド・ローベルっていうあのガマくんとカエルくんの作者のポストカードなんですけど、可愛いなっていう感じで、うん、あとこれはもう石垣島に行った時のお土産も、ただのお土産もシーサーじゃない、シーサーですね、シーサーです。なんか変なシーサー売ってて、はいはい、で僕と彼女になんかちょっと似てるなと思って、はい、買ったお土産で買ってきました、はい、あとはこれが大学生の時にあのデンマークのデザインミュージアムに行った時に、うん、そのお土産屋さんで買ったやつで、なんかすごい長い塗り絵なんですけど、塗り絵なの、はい、めっちゃこういう世界で一番長いみたいな、全部絵がつながってて、一枚絵なんですね。そうなんですよ、すごいなってこれが。でこれがなんかこっちがどっちだっけな、ムーンで月まで行くんですよ。地球から最後が確か月に到着するみたいな。あ、本当だ。そうなんです。さすがに塗ってないです。塗ってないですね。怖くて塗れないですね。そうですね。このセンスを自分にあるのかどうかっていう。はいはい、でもう一個が
あのオーシャンディープって言って深海に行くものなんですけど、ブックカバーの絵が、あ、そうですね、これが多分そういうことですね。あ、なるほど、うん、こう見ると長いですね。やばいですよね。はいはいはい、110クローネ全然わかんないです想像もつかないですね。覚えてない2,000〜3,000円なのかなって感じですけど、でこれが僕がデンマーク行って1年後ぐらいに日本の本屋さん行ったら、なんかデンマークからみたいな感じで日本版のこのステッカーとかは全部日本語になったバージョンが発売されてて、まあじゃあデンマークで買わなきゃよかったと思ったんですけどでもまあ本物っていうことで、まあ、本物ですもんね、はい、ちょっとお気に入りですね。はいはいはい、わかりました。あとは時計が時計、はい、これもかなりなんかアンティークというか年季の入ってる感じですね。これはでもあのアンティークっぽく作ってる、はい、リプロダクトでめっちゃすごいリアルだなと思ったんで、はいはいはい、買ってで結構静かに動くんでまあアンティークっぽいし、まあそんなに高くなかったので購入しました。わかりました、はい、ありがとうございます。続いてリビング紹介をしていただきたいなと思います、はい、じゃあこちらのちょっとリビングのコンセプト、こだわったポイントからお尋ねしたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたか。アンティーク家具が好きなのでちょっとアンティークも入れつつ、あとは DIY で棚とか作って、なんか家具は自分たちで作るのとアンティークをこういうふうに利用したりするっていうのが一つと、あとはなんだろう、フランスとかイギリスとかアメリカとか北欧とかいろんなジャンルのインテリアが好きなので、もう一つにこだわらずに全部ミックスして、ちょっとなんだろう、雰囲気が出ればいいなというふうに思ってやってます、うん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 、であとはもう読んだ本をとりあえず並べるのと、植物を出窓がせっかくあるからっていうので置いてる感じですね。ということで、ちょっと細かいお話順番にまた聞いていきたいんですけど、はい、じゃあちょっとこっち側に移動をしていただいて、でここのスペースは、はい、どのようなスペースになりますか。こっちは結構イギリスの家具とかイギリスっぽい雰囲気にしてるんですけど、うん、この辺りはあのイギリスのチェストとか、うん、ミラーとか、あとはこのアンティークの絵画とかが飾ってあって、職場がイギリスアンティークメインなので、うん、そういうところで好きだなと思って入れてるものと、でこっちに行くとなんか集めてたピンバッジとか、うん、あとはイギリスのなんかあのお皿とか、日本っぽいんですけど有馬焼にすごい影響を受けたイギリスの作品とか、バウレ族っていうなんか民族のプレっていうお面を飾ってるんですけど、めっちゃ怖いっす、可愛いなと思って可愛いなと思って買った置いてるんですけど、はい、彼女からは結構不評で、不評です、もう怖いって言ってですね、全部思い入れあるんですけど、はい、これは中学生か高校生ぐらいの時に岐阜の近所のリサイクルショップで買った時計で、中書き、すごい鍵が開けれるやつなんですけど、めっちゃかっこいいですね、これ。かっこいいですよね、うん、これ結構お気に入りで実家から持ってきてるやつとか、あとはもうなんかピンバッジ集めた時の骨董市とかで買ったやつとかを貼ってるのと、アメリカのマリファナが50キロパンパンに詰まってたという。50キロマリファナって何千何千万とかっていう、多分何億とかの感じなのかな。すごいですよね。あのなんか州によってやっぱタイマー OK みたいな州あるらしいんで、はい、そのマリファナ袋みたいなのをなんかオークションかなんかで買って、はい、ちょっと飾ってます。香ってきません。大丈夫ですか。全然大丈夫です。全然決まらないです。決まらないです、はい、あ、よかったです。あとはこういうあのウィリアム・モリスのテーブルマットとかを引いて、趣味でよく吸うシーシャを置いてる感じですね、うんうん、フランスの瓶、はいはい、で中にお香を入れてて、ずっとここでお香を焚いてもくもくやってます、うん、ちなみにこの辺の椅子とかも、はい、この椅子はヴィンテージで、
折りたたみができるホールディングチェアで、こう畳めて便利なので、これです、ヴィンテージ、イギリスのヴィンテージですね。いつぐらいのものなの？これでもそんなに古くなく、多分60年とか70年前なんじゃないかなってところ。シアターチェアとかも言うらしいんですけど、映画館の椅子みたいな感じ。座り心地とかいいですか？座り心地も全然すごく古いし、こういう折りたたみにしては座りますね。はいはい、こんな感じで。ちなみにこのイギリス系のこういうアンティークと、そういうアメリカ系のアンティークって何かこう特徴というか、なんかこの辺が違うなとかっていうのをなんかご自身の中で感じたりとかしますか？結構もうこういうアンティーク系の家具はヨーロッパのイギリス、フランスが元祖なので、結局アメリカはそのなんだろう、リプロというか、アンティークをアメリカに持ってきてそれを作り直してる感じなので、やっぱ木材とかがちょっとイギリスとかフランスの方が重たいイメージがあったり、ちょっとデザイン的にも結構クラシックなのはこういうイギリス系かなって思うんですけど、まあ、フランスは結構華やかだったりするんですけど、ただ1900年超えてくるとミッドセンチュリーでアメリカのなんだろう、ヴィンテージアイテムも全くポップになってきて、ちょっと雰囲気が変わるので、それもそれで結構好きです。だからこれとかは結構アメリカっぽいスタイルだなっていうふうに思います。まあイギリスなんですけど、アメリカっぽいミッドセンチュリーなスタイルだなっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます、はい、続いて植物周りお尋ねしていきたいなと思います、はい、まあ、このあたりはかなりの数植物がありますね。はい、なんか植物とかこうセレクトされる時のポイントというか、なんかご自身でありますか？もうホームセンターとか園芸屋さん行ってちょっと可愛いなって思ったら買っちゃうんですけど、一番でも一番見てあれなのはこのサンゴアブラギリっていうこの子なんですけど、これはあの石垣島に旅行行って石垣島 あの民家に生えてて可愛いと思って石垣島の園芸屋さん行って買って飛行機で抱えて帰ってきた。結構大変ですね。大変でした。だからあのなんだろう、乗る時にこれ何の植物って聞かれて、ですよね、あ、サンゴアブラギリっていうあの植物でってあ、じゃあ OK だよみたいな、なんかやばい、一緒あれドキッとする、なんか怖いと思って、やばい植物に持ち込んでるって思われたのかなみたいな検閲みたいな。そうです、そうです、なんかなり、ま、でもやられますよ、ね、こいつにシートベルトをかませて持って帰ってきました。結構この辺はでも植物の鉢もすごいなんか可愛いですね、いろいろ。鉢はあの彼女に作っても、これ本当はもともとテラコッタの素朴なやつだったんですけど、ペイントしてって頼んだらペイントしてくれて可愛い感じになってます。彼女さんこういう結構イラスト系というか。そうですね、あとこういうあの真っ黒だったんですけどちょっと可愛くしてくれて、可愛い。これなんてもう本当に3コインズのものだったんですけど、それがこんなに色塗ってくれた変わるんですね。いいなと思って、あとはこの辺とかもちょいちょい本当だ書いてますね。はいはいはい、はい、こんな感じでだいたい向こうの部屋も回したら30近く今多分植物にいるはずなので。水やり大変ですね。大変ですね、毎晩水を。下手したら1時間ぐらいかかっちゃう。めっちゃかかります。ですよね、はい、キッチンにこれを持って行って水あげてみたいな一個一個重たいんで大変ですね。大変です。あとはこの植物とかこの雑貨を置いてるこの、あ、これスタンド、これ可愛いですね、すごい、はい、これはあのアンティークのアイロン台で、うん、もうこれもアンティークショップで買ったものなんですけど、結構折りたたみ式でさっきと同じ感じでよくなんか映画とかでは、こういうアイロンスタンド、ね、はい、そうですね、売ってるんだ。まだこうアイロン台としては使ってないですけど、うんうん、これいくらぐらいするんですか？これはアンティークショップでセールで2万円ぐらいで買って、あ、そうなんだ。お店だと多分3万円ぐらいで、いつも基本的に買えるぐらいのものかなって感じですね。わかりました、ありがとうございます。はい、続いて、まあ、こちらお部屋の結構メインにもなってるこの本棚兼、まあ、ディスプレイ棚って感じなんですかね。そうですね、はいはいはい、まずこの棚自体はこれ今どういう風に作られてるんですか？これは
ホームセンターでカフェ板っていう床材を買ってきて頑張って作ったって感じですね。はいはいはい、高さとかも一応本に合わせてなんとなく作ったんですけど、ちょっと割と1日がかりで作った感じですね。うん、これって壁付けになってるんですか？あ、壁付けにはしてなくて L 字型の棚がついてるんで結構もう頑丈に、あ、壁と壁で動かないようになってるんで、はいはいはい、で手前にはこのちゃんとビス打ち込んで倒れてこないみたいな、多分地震来ても大丈夫なんじゃないかなと思います。これ結構予算的にもなんだかんだこんだけ買うと結構お金もかかりますよね。でも割と2万とか3万いかないぐらいで作り切った気がしますね。それだったらじゃあそうなんです、もうなんか全然ここにこんだけ埋めようと思うと結構お金かかっちゃうんで、じゃあ自分の好きなように元から立て付けっぽくしたいなと思いながら頑張ったって感じですね。7、8段ぐらいあると思うんですけど、うん、はい、カテゴリー分けとかなんかされてるんですか？これはざっくりしてるけど結構バラバラにしてるっていう感じで、小説、漫画ってまずしてて、文庫はもうここですよね、うんうん、で、太宰治の 全集というか新潮文庫の太宰治が全部あったり、ムーミンが全部あったりっていう感じで、好きな作家は集めたりはするんですけど結構点々としてるのもあって、でこの辺はなんとなく芥川賞作家かなって感じとか、うんうんうん、こっちはまあエンタメ小説とか漫画が入ってたりバラバラに入れてるんですけど、ジャンルは分けてるのかな自分の中ではっていう感じで、ここにはもう趣味の短歌のコーナーがあって、ここだけはなんとなく短歌だけ集めたっていう雰囲気はあるんですけど、はいはい、多分短歌たくさん転がってるんで、でもなんとなくなんとなくですね、はい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 、でちょっと順番にいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、じゃまず上のなんか雑貨というか、はい、コレクションちょっといろいろ聞いていきたいなと思います、はい、何かお気に入りのものとか最近買ったものとかがあればちょっとこの辺りも聞いていきたいんですけど、はい、お気に入りはまあ結構こっちはちょっと古い感じで、これは新しい映画とかのグッズを置いてるんですけど、ヒーローはハルクが一番好きなので、はいはい、ちょっとハルクの初登場のマーベルコミックスの表紙のなんかレプリカなのかな、うん、なんか額装してあるやつとか結構これ好きですね、うんうん、ワクワクする感じが。で、あとはあのコカ・コーラのトレイとかを骨董品屋で見つけたら可愛いと思って買っちゃう感じですね。でレコードもちょいちょい飾ってるんですけど、イギリスのロックバンドのザ・キンクスっていうのが好きで、こっちもちょっと数枚レコードは持ってるんですけど、これはよく聴きます、うん、で右はあの完全ジャケ買いでちょっとかっこいいなと思って買ったやつですね。ジャンルで言うと、はい、US ロックとかですか？そうですね、 US ロック、イギリスロックが好きですかね、うん、でもアメリカのロックも好きだし、あとはカントリーも好きなんで結構カントリーのレコードもあるのでジャンルもないですね。これ、うん、ハンク・ウィリアムスっていうアメリカのカントリーロックの元祖みたいな人なんですけど、はいはい、これも結構聴きますね、うんうん、あとこの辺こう見てると、はい、時計がすごい多いですね、はい、この上の段 だけでも 1,2 つあって 3つか、3つありますね。そうだ、みんな動いてないんですけど、みんな動いてないです、うるさくて動かしてないんですけど、はい、ただまあなんかこう時計好きだな、形が惹かれるものがあって置いちゃいますね。このミッキーも結構昔の、このヴィンテージですね、ですよね、はい、本当に初期の方のやつだと思います。あ、そうなんだ。あとはなんかこの豆電球、はい、あ、はい、これもなんか可愛いですね。これも結構なんかサーカスっぽいというか、うん、ちょっとポップになるかなと思って、で夜はこれだけにすると結構それでも全然明るく光が取れるんで、ちょっとなんだろう、雰囲気作りというかでかけてますね、うんうんうん、これあと壁の面、はい、ここがすごい何色だ、これ緑っぽいのか。そうですね、緑ですね、はい、深いの黒板みたいな色なんですけど、本当はもうちょっと浅い緑が良かったんですけど、うん、
届いたら結構黒板色でほぼ黒みたいな感じだったんですけど、まあこれはこれで結構落ち着いた雰囲気になってよかったと思って、うん、これどうやって貼ってるんですか？これもう壁をこの棚を作る前に、はい、前日ぐらいにバーって貼って、はいはいはい、で棚つけたんですけど、もう端から自分でペタペタこれってなんかそういう賃貸用の壁紙みたいな、そうです、剥がせる壁紙を買って剥がれかけちゃってるところもあるんですけど、まあ、全然現状回復はできるかなって感じでやってますね。なるほど、分かりました。そしたらじゃあちょっとあとはその下の段、はい、ちょっと本棚のじゃあお話もいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まあ、本もここも何百冊ぐらい多分レベルですよね。数えたことないですねちょっとまあちょっとここでもお気に入りのものとか、はい、なんか最近買ったものとかあればちょっとお聞きしたいんですが、はい、何かありますか？最近買ったものは、まあ、面白いのって言ったらこのさらば青春の光の東口さんが書いた笑いについてっていう結構分厚い本なんですけど、これ実はあの1ページしかないっていうこれ幻冬舎さんの手作りらしくて、でなんか紀伊國屋書店で1日で完売しちゃったからなんかランキング1位になって電光掲示板になんか1位笑いについてみたいになってて、全くさらばのことも知らない人がどんな本なんだろうみたいなのをSNS で発信してしまうみたいな現象が起きたみたいです。内容自体はどうなんですか？これ内容はこれは東口さんの、中学校か高校生の時の文集の1ページを丸々載せるだけなんでなんか面白いですね。それはそれすごいね、はい、いくらぐらいなんですかそれ？これ2000円しなかったかなっていうぐらいなんですけど、そんな覚えてないですけど確かに。で受注生産で僕が行った時にはもう売り切れちゃったんで、あのオンラインでさらばのオンライン通販で買いました。うんうんうん、あの短歌のコーナーは結構歌集があったら買っちゃってっていう、はいはい、まだここ以外にもいろいろ転々としてるんですけど、へえ。短歌くださいっていう本に僕の短歌が載ってたりするんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。これダヴィンチって雑誌に載ってるやつで、あ、これです、これが僕の短歌がちょっと読んでもらってもいいですか？怖かった、妙にリアルで納豆が結婚詐欺師の再現ビデオっていうちょっと短歌とか書いてて思い出として好きですね。あと一番好きなの僕の短歌がこれですね。初投稿で載ってびっくりしたんですけど、ご自由にお持ちくださいの今夏が上京初日の夜を救ったっていう短歌で、これがなんか載ってすごく救われた気分になりましたねこれ短歌はこれ応募形式みたいな感じなんですか？そうです、オンラインであの応募できて、だから毎月テーマが変わるんですよ、はい、でそれで月末にパソコンでひたすら短歌考えて10とか十何個か一気に応募して、でどれかが載ってたらいいなと思って多分開いて載ってないってなるみたいな。そうなんです。あ、なんかよくラジオで読んでほしい感じのあれと一緒ですね。本当にラジオ職人の気持ち、はがき職人感の気持ちで、はいはい、そうっすね。なるほどね。毎回ダヴィンチを開くたびにドキドキする感じですね。わかりました、はい、あとはこの下の段、はい、ここにはこのトランク、はい、そうですね、これ結構な数またここもありますね。そうですね、トランクはもう好きで趣味で集めてる感じで、全部ヴィンテージはヴィンテージなんですけど本当に高校生ぐらいの時から集めてるものがあって、これは高校生の時に買ったやつで、すごいシールはもう自分で高校生の時に貼ったものなんですけど、中はちょっと、うん、もうガラクタですねガラクタが入ってますね。はいはいはい、はい、というお香のガラクタ。これトランクっていくらぐらいするんですか？トランクはでも物によるんですけど、あの日本の骨董品だと5000円とかで買えるんですけど、あ、そうなんだ。そうです、イギリスのアンティークとかになるともう3万超えてきます、ね、へー、そうですね。で結構実際普段こうトランクとか使われたりするんですか？はい、全然僕はこのトランクだけは結構普段使い普段使いする感じで、はいはいはい、旅行とか
行くときはもうこれ使うんですけど、うん、これは日本のシール貼ってあって結構古いものなんですけど。どうですか、容量とか重さとかってどういう感じなんですか。結構軽くて、案外結構やっぱ旅行カバンなんで、そもそもそんな重たくないんだろうなと、まあ今比べると重たいですけど、昔の人がこれで旅行してたぐらいなんで、まあ確かに重くはなくて、結構遠出するときはこれを使います。じゃあ結構旅行で旅行で渋いですね、じゃあだいぶ電車待っててこれとか渋いですね、これはこんな感じですね。これだってローテーブルも、はい、あ、そうです、これもトランクというかあれですもんね。これもトランクで足を自分でこう作って、あ、乗っけてるだけなんだ。そうです、乗っけてるんですよ。中はちょっとめちゃくちゃ汚いんですけど、はい、あの工具箱になってて、でも機能性、そうです、こういう高いですね、工具がたくさん入っててトンカチたまにやってますね。はい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 。このお家だと、あ、はい、この緑のソファーも、そうですね、仮木も、これは夢で昔からずっと欲しくて、あの買おう買おうって思ってたんですけど、なんか去年かな、10% 値上げしますよっていう風に、ああ一気にどこのインテリアブランドもありましたよね、行って、でそのギリギリ2日前ぐらいにもうそれまでずっと悩んでて、ただどうせ買うなら 10% 安い時でしょっていうので、やっと買えたっていうものですね。これだって3シーターで仮木だと結構お値段もしますよね。そうですね、10何万だっけな、そうですよね、15万ぐらいかな確か。もう一生もんだと思って買っちゃいましたどうですか座り心地とか。結構気持ちいいですね。気持ちいいですか、はい、だってもうゆったり座れて、このサイズだと普通に横にもなれますもんね、うん、そうですね、たまに寝落ちしちゃうぐらいですね。はい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 、わかりました、ありがとうございます、はい、ということでこちらはパートナーのヤンヤンつけぼうちゃんです。ヤンヤンつけぼうちゃん何歳ですか。1歳になりましたこの前。かわいい、かわいい白黒の珍しい柄なので。そうなんだ、珍しいんですね。結構珍しいですねこの子。いらないのいらないのか、もう先食べたから。これ普段は部屋の中で普通にもう動き回ったりもするんですか。そうですね、割と放し飼いにたまにしたりして平安歩をさせますけど。どこ行っちゃったか分かんなくなったりしません。あ、でもあの割と部屋をきれいにしてなんか2人で囲って回せる基本ずっともう監視してるんですね。付きっきりで、あ、そういうこと、いるのでね、いらんもいらないってことです。はい、はい、で、すいません、わざわざありがとうございます。はい、ということで山根さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。そしたらちょっと最後に軽くお話をお伺いしたいんですけど、はい、このお家全体のコンセプト、はい、言葉で表現するとしたらどんなお家でしょうか。楽しいごちゃ混ぜ感じで、はい、もう年代もジャンルも問わずにいろんなものを入れてるので楽しいインテリアになったらいいなと思ってやってる感じですかね、うんうんうん。結構でもご自身でいろいろ作ってるものというか、はい、それも結構多いですよね。そうですね、割とないものは自分で作る精神があるのでとりあえずなんかものを作って壊してっていうのを繰り返してる感じですね。まあ、今回結構いろんなアイテム紹介してもらったと思うんですけど、はい、なんかよくチェックするブランドとかショップとか、なんか最近気になってるそういうブランドとかあればちょっと教えてもらいたいんですけど、ありますか。職場がそもそもインテリアショップなので、まあ、あのいろんなメーカーの買い付けとかで気になるものはあったり、吉祥寺のビッグスモールっていうショップとかはよくチェックしたりしますね、うん、面白い、なんか本当にカオスな、なんだろう、アンティークとか、はい、なんか、なんだろう、アジアの雑貨とかも置いてて、うん、面白くてよく行きますね。ありがとうございます、はいはい、それでは最後に山根さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。高円寺のインテリアショップマルトで、店頭に立ってます。よろしければオンラインショップもありますのでぜひチェックしてください。あとは体育館ポツンと祖母っていう名前でグループ YouTuber やってたり、あとはインテリアのインスタグラムやってるのでそちらもフォローしていただけたら嬉しいです。はい、はい、すいません。 YouTube の方は、はい、今ちょっとだけ活動休止してるんですけど、メンバーが海外留学から戻ってきたら
もしかしたら始めるかもっていう感じで、はい、昔の動画も多分面白いとは思うので、はいはい、見ていただけたらエンタメ系って感じですか？完全にエンタメ系です、はいはいはい、もうふざけてなんか変なことばっかりやってる大学生みたいなノリでやってる YouTube です。はい、はい、じゃあ気になる方は、はい、インテリアショップマル、はい、マルトです。マルト YouTube、はい、あとはインスタグラムの方のチェックしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは山根さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。